手をあげてるぜ。誰かが僕らを呼んでるぜ。海を行く、空を飛ぶバトルフィーバー。5つの命が怒りに踊る。バトルプラン、ウィッ、バトルクラッ、バトルキャリア、ミスアメリカ、突撃球場へ走れ。ダメじゃないの、いたずらなんかして。俺、車に乗りてえな。大人になったらね。おーす、いらっしゃい。レンタカー一台で頼むぜ。この前のレンタル料まだもらってないね。あ、いけねえ。はい、請求書。重大事件発生する、直ちにバトルフィーバー集合せよ。レンタル料つけといてくれ。ボレボレとするような髪でございますね、奥様。そうかしら。こんな髪はパリジェンもめったにはございません。あら、あなたパリに？はい、5年ほどパリの美容院で勉強。どうりで素晴らしい方だと思ったわ。どうも。お前ケニア生まれか。俺と同じやんか。ケニアといっても広うござんす。生まれ故郷は？あ、パパサバンナの、お、東南のジャングル。おお、あの辺なら俺もよく知ってるぜ。懐かしいね。うん、実に。あ、あんた猿の言葉わかんのかい？ええ、猿だけじゃなく動物の言葉なら何でもね。ケサスケ、信用しないの？当たり前だな。この店の親父は何何？あ、ああ、餌をくれずに、うんうん、虐待する。うん、だから、うん、うん、動物愛護法違反で警察に訴えてくれ。じゃあなんだと。おおおい、辛抱しろよ。お叩いかい。Oh!
正雄、白石健作、志田恭介、あけぼの四郎。緊急連絡を受け参上しました。国防省の最高幹部3人が立て続けに何者かによって暗殺された。死体解剖の結果、暗殺された3人の体内からは青酸化合物が検出された。青酸化合物、凶器はおそらくコウモリ傘の先に仕組まれた針に塗られた青酸カリだ。青酸カリか。青酸カリを注射されると一瞬に心臓麻痺を起こして死亡する。将軍、暗殺犯人は何者ですか？女だ。女？俺の出番だな。これは遊びではないぞ。暗殺者は赤いコウモリ傘を持った女だ。監視用のテレビカメラが捉えた。君たちバトルフィーバーで暗殺犯人を捉えてほしい。私だ。何？赤いコウモリ傘を持った女が現れた。お前は完全に包囲された。もう逃げ場はない。両手を上げ、バックネットに向かって歩け。ないと言ったはずだ。おかしいな。こいつには毒針なんか仕込まれてない。それにこの女とは全然違う。私が説明する。紹介しよう。FBI のボスナー捜査官だ。How do you do? よろしく。皆様とお会いできて嬉しいです。驚くことはない。ミスター・ボスナーの英語は機械を通して直ちに日本語に翻訳される。よろしく。よろしく。よろしく。彼女はボスナー捜査官の下で働くミス・ダイアン・マーチ、秘密捜査官だ。ミスター・ボスナーとダイアンは謎の組織エゴスを追ってアメリカからやってきたのだ。エゴス？何ですかそれは。エゴスは、エゴスは現代の科学を超えた科学を崇拝する秘密結社。今の世は邪悪な科学で毒され呪いに満ちている。我らエゴスはこの世の偽の科学を打ち砕き、新しい科学、我らがエゴスの世界を作り上げる。ははあ。世界に頻発する事件の裏には必ずエゴスの手がうごめいている。エゴスの犯罪組織はアメリカをはじめヨーロッパから今や全世界に広がった。日本にも新しいエゴスの秘密結社が作られた。ミスター・ボスナーは
その秘密結社を追ってダイアンと共に日本にやってきたのだ。将軍、一つ腑に落ちないことがあります。ダイアン・マーチンはなぜ後楽園球場へ？それも暗殺者の女と同じこの赤いコウモリを持って。その質問には私が答えよう。ダイアンは赤いコウモリ傘を持ってエゴスの暗殺者をおびき出そうとしたのだ。というとおとり？そうだ、私たちはおとり作戦を開始した。しかし君たちバトルフィーバーに目をつけられた。だからダイアンは私と落ち合う場所後楽園球場に急行したのだ。君たちに捕まったダイアンを助けるため私は鞍馬鉄山将軍と連絡を取ったのだ。たった今からミス・ダイアン・マーチンはバトルフィーバーの一員になる。皆さんよろしくね。よろしく。あんた日本語喋れるのかい？赤坊よ、 FBI の秘密捜査官は世界各国語がペラペラよ。ダイアン、私はこれからアメリカに帰るからね。秘密結社エゴスは必ず倒すわ。期待してるよ。勝つためには死を恐れてはならぬ。何をしている？ダイアン。はい。見事だ。新東京国際空港で暗殺された。えエゴスの仕業だ。赤いコウモリ傘を持った女が暗殺現場から立ち去るのを目撃している。将軍、暗殺されたミスター・ボスナーはダイアンの父親だった。将軍が呼んでいる。へえ、でっかいね。何ですかこれは？エゴスと戦うためのバトルフィーバーの秘密兵器だ。秘密兵器で、いつ完成するんですか？近々とだけ言っておこう。それよりもお前たちが着る強化服バトルスーツが完成した。
バトルスーツ？バトルスーツを着ると能力がアップされる。来たまえ。君はバトルジャパン。はい。白石健作、君はバトルコサック。志田恭介、君はバトルフランス。ウェイムシュアケボノシロ、君はバトルケニア。出よ。そしてダイヤマーチ、いや君はミスアメリカとなる。イエスサー。君たちはそれぞれ踊りの名手だ。踊りのテクニックを戦いに生かし、秘密結社エゴスを倒すのだ。おお、サタンエゴス様、何事か起こりましたか。ヘッダーよ、お前には聞こえぬか。はエゴスの敵、バトルフィーバーが誕生した。なんと。今のうちにバトルフィーバーを倒せ、倒せ、倒せ、おごり開始。秘密結社エゴスは暗殺者を放ち、バトルフィーバーのおびき出しにかかった。決戦の時は来た。罠にかかってやってきたな、バトルフィーバーの愚か者めが。ふざけるな。正体を現せ。お目にかけよう。バトルジャパン、バトルコザック、バトルケニア、ミスアメリカン。サボテカの流れを汲む大森怪人よ。
トルフィーバーめ、この仇はきっと取ってやるぞ。ほっ、騒ぐな、ヘッダー。ほほー、バトルフィーバーなど恐るに足らぬ。エゴスには凶悪無残な怪人が5万とおるわい。ほほー、見ろ、我らがバトルフィーバーと秘密結社エゴスとの戦いが開始された。平和に向かって突き進め、バトルフィーバー。稲妻が走る時、七つの海を越えて五人の勇者がやってきた。ワオ、人には言えぬ怒りを胸に、微笑みも昨日に捨ててきた。走れ地獄のジャングルを、とどめの鉄拳を。俺もお前もお前も俺も花咲く未来をかけて、さあ鋼鉄のスクラムだ。念じれば夢が叶う、そんな甘い誘いでエゴスは次々と会員を増やしていた。政府高官から野球選手に至るまで野心を持つ人間たちは次々と秘密結社エゴスの会員となっていった。そのままでは人々の愛が、そして心が失われてしまう。バトルフィーバー J はエゴスに戦いを挑んだ。